皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは映画です。中身はですね、変形版映画チラシ福袋ということで、まあね、今日で5回目になるんですけども、今ハリーポッターをね、1作目から順にご紹介してますけども、通常のチラシというのは大体こういう B5 サイズ、それに対してこの変形版、まあ、今回の場合であれば小型版なわけですけども、大体4分の1ぐらいのサイズになるんですね。で、まあ小さいからといって情報量が少ないかというと、とんでもなくて、そうではなくて、まあ、真逆なんですね。どういうことかというと、こういう蛇腹状になってるんですね、裏表のね。なのでかなりの情報量になってます。はい、ということで、これまでですね、第一作、ハリーポッターと賢者の石ですね、そして、秘密の部屋、そして、アズカバンの囚人、そして炎のゴブレットというところまで来ました。はい、で本日は第5作ハリーポッターと不死鳥の騎士団なんですけども、まあかなりね、宣伝に力をかけたのか、こう見ていただくとわかるんですけども、これね、ここに映画版攻略ガイドボリューム1となってるんですね。はい、というわけでこの不死鳥の騎士団のこの、変形版チラシはですね、もう1冊あります。ボリューム1、ボリューム2、ボリューム2がありますので、本日はまずはボリューム1の方から行ってみたいと思います。で、どうしてもね、シリーズものですので、前回の結末など触れる部分もあるかもしれませんので、まだハリーポッター見てないんだという方はね、もうここでちょっとおやめにいただいたらなと思います。で、ハリーポッターはね、もう見たという方でもですね、まあ、この、不死鳥の騎士団に関してはね、当然結末は書いてませんので、まあ、そういうおつもりで見ていただけてもいいのかなと思います。では、行きたいと思います。はい、まあいよいよ第4作目ですね。前回炎のゴブレットにおいてですね、この、闇の魔法使いですね、ボルデモートの、まあ、復活というか存在というか、それがおよそ分かってきたと。じゃあそこに対抗しなければいけないということでの展開が今回のお話ですね。まあそこには数々の障害が立ちはだかるということですけども、ね、ボルデモートを演じてる人、どなたかお分かりですかね。レイフ・ファインズなんですね。イギリスの名優ですよね。世界的なメジャー作品でいくと、やっぱり007シリーズのね、ダニエル・クレイグ版の M の役ですよね。マロリーという役で出てますけどね。他にはやっぱイングリッシュ・ペイシェントとかね。今ザ・メニューという作品が話題ですかね。はい、これからお前は全てを失うと。恐ろしいですね。はい、ではね、行ってみたいと思います。ただんと、いよいよ勃発する魔法戦争に備え、ハリーたちも立ち上がるということで、どういうことかと言いますと、じゃじゃんと、こうですね、ピント合ってますかね。ホグワーツの5年生として学校に戻ったハリーは、邪悪なボルデモート教が蘇ったという恐ろしい事実が魔法界にほとんど、伝わっていないことを知る。魔法大臣のコーネリウス・ファッジは、ホグワーツの校長アルバス・ダンブルドアが魔法大臣の地位を横取りするためにボルデモートが復活したと嘘をついているのではないかと恐れていたのだ。そこでファッジ魔法大臣はダンブルドアとホグワーツの生徒たちを監視するために、闇の魔術に対する防衛術の新しい教師としてドローレス・アンブリッジを独断で送り込んできた。このね、闇の魔術に対する防衛術、どれだけ先生が変わるんだって話ですけどね。で、キーワードとなるこのダンブルドア軍団なんですけども、真の危機はすぐ目の前に迫っているというのに、それに対抗するアンブリッジ先生の闇の魔術に対する防衛術は実戦では全く役に立たないお粗末な内容。ハリーの親友であるロンとハーマイオニーはハリーを説得して少数の生徒たちと共にボルデモート教との戦いに備えて、ハリー指導の下で防衛術を学ぶグループダンブルドア軍団を立ち上げる。彼らは学校内にまで及んだ魔法省の厳しい監視の目をかいくぐりながら魔法戦争に備えて魔法の修行を重ねるのだった。ね、いえばまあ危機のために備えてるんだけども、まあある意味こう、何をそんなバカなことをしてるんだということで、妨害を受けることになるわけですよね。はい、
で、少し時間戻りかもしれませんが、そうですね。ハリー、魔法学校5年目は学校に戻る前から退学の危機に。何が起きたかというんですね。物語の前半なわけですけども、ハリーが5年生に、もうちょっとアップしましょうか。ハリーが5年生になる前の夏休み、マグル、人間界の静かな町、リトル・ウィンシングに突如現れたディメンター、旧婚期がハリーと、いとこのダドリーに襲いかかった。ディメンターの死のキスからダドリーを守るために、ハリーはマグル界で魔法使用を禁じられているのにもかかわらず、とっさに魔法、パトローナス、有名ですね、を使ってしまう。そして魔法省はこのような大事件が起こったというのに、それでも闇の帝王の復活を認めようとしないのだった。ね、はい。で、いとこのダドリーを守るため、ハリーはマグル界では魔法を使ってはならないという重要な掟を破ってしまった。ハリーの行為はすぐに、魔法省に報告され、尋問を受けることに。ね、もしも、違法と判断されたら、ホグワーツは退学。大切な親友の待つ学校へは二度と戻れない。一体どうなるか。で、こうですね。5年目のアダラタンの出会い、そしてさらに深まる友情の絆ということで。で、先ほどのアンブリッジ先生の話なんですけども、魔法省が送り込んできたアンブリッジ先生が闇の魔術に対するボイスを担当。まあ、この方がね、まあ本当にいい演技でしたね。嫌味な役でしたね。はい。ダンブルドア校長の魔法界における魔法影響力を恐れたファッジ魔法大臣は自分の部下である次官を新しい闇の魔術に対する防衛術の専任教師としてホグワーツに送り込み校長の身辺をスパイさせる。初めはおとなしくしていたアンブリッジだったが徐々に本性を見せ始めハリーとその仲間たちは彼女の格好の餌食となってしまう、ね、まあ、そんな中ハリーを支えるのはやっぱりこの二人と。ホグワーツに戻ってきたハリーは魔法界の大半の人々と同様に彼の友達やクラスメイトたちがヴォルデモートが復活したというハリーの主張を信じていないことを知る。やっぱりまだわからないままなんですね。苛立ちと孤独に悩むハリーを救えるのは大切な親友ロンとハーマイオニーしかいないとですね。で、一方前回ね第4作で、まあ、関わりだしたこの、恋の行方ですね。はい。魔法省の大法廷での厳しい尋問を何とか切り抜け、やっとの思いで魔法学校に戻ったハリーだが、そのホグワーツももはや心安らぐ場ではなくなっていた。魔法界での将来を左右する、これは OWL 試験、オールでいいんでしょうかね、向けて宿題や課題はどっさり。ハリーの味方であるハグリッドは、ハリーに何か重大な秘密を隠しているし、親友ロンの双子の兄はアンブリッジ先生の厳しい戒律に嫌気がさして学校を辞めるつもりだ、ね、あの背の高いお兄ちゃん二人ね。さらに初恋の人チョーちゃんとの恋にもハリーの心は乱される。おまけにスネイプ先生の特別補習まで受けることに、ね、アラン・リックマンですね。しかし一方で新たな出会いや、深い友情がハリーを支え勇気づけてくれるのだった。その新たな出会いというのは、ルーナ・ラブグッド。ルーナ・ラブグッドはレイヴンクローの4年生。その風変わりな個性ゆえに一部の生徒からはおかしなラブグッドと呼ばれているが、本人は全く気にしていない様子。ホグワーツ5年目にして大混乱に陥るハリーには新しい友達など全くできそうになかったが、ルーナは彼にとって信頼できる仲間であることが次第に分かっていく。本当にこう不思議な空気感を持っている子でしたね。なんかハリーがその一時いろんなことを忘れられるぐらいの、温かさを持った子でしたね、はい、そしてだだんと切って落とされた戦いの火蓋、生死をかけた壮絶なバトルということで、ね、このツーショットもね、意味のあるツーショットですけどね、まああまり言わないでおきましょう。さて、魔法界がヴォルデモート教復活のニュースに疑いの目を向けている間にヴォルデモートは救い人を再結集させる。彼らはハリーと不死鳥の騎士団を罠にはめ、のんきな魔法界を大混乱に陥れる。そして生死をかけた壮絶な戦いが勃発したのだった。でキーワードがね、不死鳥の騎士団と救い人ですけども、まず不死鳥の騎士団とは何かですね、まあ、過去の話ですね。ダンブルドアはヴォルデモートとその手下である宿い人らと戦うために、
不死鳥の騎士団という魔法使いの秘密同盟を結成する。魔法界は闇の帝王が復活したことを信じない、信じたがらないために、騎士団は魔法省の支援を得られず、秘密裏に行動せざるを得ない。しかし、ハリーとその仲間たちがヴォルデモートが仕掛けた罠にはまったまさにその時、不死鳥の騎士団が駆けつける。あ、かっこいいですね。で、その VS ですね。不死鳥の騎士団対この宿い人、何者か。かつてヴォルデモート教が強大な悪の勢力を魔法界で振るっていた頃、彼の忠実な信奉者だった軍団、宿い人、デス・イーターですね。まさに死を食う人ですね。復活したヴォルデモートは、しばらく鳴りを潜めていた彼らを再結集し、ダンブルドア軍団や不死鳥の騎士団を罠にはめ、魔法界を大混乱に陥れる。ね。はい。ハリー大きくなりましたね。さあ、そしてついにハリーとヴォルデモートを結ぶ謎が予言によって明かされる。あ、ちなみにこのダンブルドア校長ね、一作目から演じられていたリチャード・ハリスさんがお亡くなりになって、途中からね、マイケル・ガンボンさんですかね、なってますね。本当に違和感ないですね。はい。どちらも名優ですね。あまりにも過酷すぎるハリーの運命が今明かされる。まあ明らかにと。なんでこのヴォルデモートがこうハリーにずっとこう関わり続けるのかという話ですね。映画ハリーポッターと不死鳥の騎士団では、ヴォルデモート教が必要にハリーを追い詰め、亡き者にしようとする真の理由が秘められた予言の存在がついに明らかになる。そこでダンブルドア校長は、ハリーのためにあえて今まで秘密にしてきたヴォルデモート教とハリーとの因縁を自らハリーに話して聞かせる決意を固めたということですね。まだ15歳になったばかりのハリーは、自分が背負わされた過酷すぎる運命を冷静に受け止め、果敢に立ち向かうことができるのか、ね。ハリー、このことはもっと前に話すべきだったのかもしれん。ダンブルドですね。まあでもね、まだ幼いハリーには無理だったかもしれませんからね。そして、ここですね。はい。ホグワーツで次々に起こる難問に加え、ハリーは闇の魔法帝王の蛇のような目を通して物を見るという壮絶な悪夢にも悩まされる。ハリーが夢の中で見た出来事は本当に起こるのか、あるいはこの悪夢さえもヴォルデモートがハリーたちを恐ろしい罠に誘い込もうとする作戦の一つなのか、ハリーとその仲間は切り抜けることができるのか、それともハリーは大切にしている全てを失ってしまうのか、さあどうなるかってことですね。ということで、まあこのボリューム1のチラシは終わりなんですけど、まあ親切なことにですね、第1作目から順に2年目3年目4年目とこういうようなね、プレイバックもしてくれるようなチラシになってる。本当にね、立派なチラシなんです。これがまあボリューム1ということで、また次回ボリューム2をねご紹介したいと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。本日は第4作ですね、ハリーポッターと不死鳥の騎士団の、映画版攻略ガイドボリューム1のご紹介でした。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。そしてショート動画ですね、まあ、こういったチラシ、パンフレット、それから特撮のフィギュア、ソフビ、ミニソフビ、指人形、カードなどご紹介しております。そちらもよろしければご覧になってください。気に入っていただけました際には、高評価、チャンネル登録、継続視聴、どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。